今回はバスのおもちゃたちをたくさん紹介していくよ。いろいろなバスのおもちゃが登場するから最後まで楽しく見てね。最初はトミカ20番イスズエルガ都営バス、トミカ42番ハトバス、トミカのバスだよ。まずは都営バス、トミカ都営バス出てきたよ。たくさんの人を乗せて走る都営バス。次はハトバス。ハトバスは黄色いバスだよ。トミカのハトバス取り出すと黄色いバス、ハトバスって書いてあるよ。2階建て、2階にはたくさんの席があるよ。観光するお客さんを乗せて走るハトバス。次はこれだよ、ドライブタウン路線バス。路線バスのおもちゃだよ。出てきたのはこちら、ノンステップバス、コミュニティバス、うさぎさんが書いてあるよ。くるっと見てみるとこんな感じのバスだよ。このバスのおもちゃは後ろに引っ張って離すと走るよ。ビューンと走る。トミカのバスと比べてみるとこれぐらいの大きさだね。トミカよりちょっと大きなバスのおもちゃだよ。次はこれを開けてみよう。ダイヤペット、ノンステップ都営バス。ダイヤペットの都営バスのおもちゃ開けていくよ。横を開けて取り出すよ。これも開けて都営バス出てきたよ。ダイヤペットの都営バスのおもちゃくるっと見てみるとこんな感じのバスだよ。中には席がしっかりとついてるね。運転席もハンドルがついてるよ。このバスのおもちゃはこのレバーを動かすと扉が開いたり閉じたりするよ。トミカの都営バスと比べてみるとこれぐらいの大きさだよ。トミカの都営バスより少し大きな都営バスのおもちゃだよ。次に開けてみるのはこれ、みんなの車路線バス。上にボタンがついてる路線バスのおもちゃだね。開けてバスのおもちゃ取り出していくよ。このバスのおもちゃ見てみよう。お客さんがたくさん乗ってるよ。お姉さんが運転してるね。行き先は駅前広場。こっち側にもたくさんのお客さん乗ってるよ。このバスのおもちゃ上にボタンがついてて、ボタンを押すと次止まります。おしゃべりしてここが光ったよ。もう一回押してみよう。次はおもちゃ屋前、行き先を教えてくれるね。この上のレバーを動かすとご乗車ありがとうございました。このドアが開くよ。この真ん中のボタンを押すとドアが閉まって発車します。おしゃべりするよ。音楽のボタンを押すとピカピカ光って音楽が流れるよ。このバスのおもちゃ大きさはトミカと比べるとこれぐらいの大きさだよ。トミカのバスより結構大きくなってきたよ。次はこれを開けてみよう。みんなのバス、ハトバス。ハトバスのおもちゃだよ。パカッと開けてハトバスを取り出していくよ。ハトバス、黄色いバス、くるっと見てみるとこんな感じのバスだよ。ハトバスって書いてあるね。ボタンは2つ、クラクションが鳴ったよ。エンジンがかかって走る音がしたね。音楽のボタンを押すと音楽が流れるよ。このハトバスのおもちゃトミカのハトバスと比べるとこれぐらいの大きさだよ。トミカのハトバスより大きいね。ハトバスのおもちゃだよ。次に開けていくのはこのバス、黄色くて大きなバスだよ。黄色くて大きなバス開けていくよ。取り出していこう。この黄色いバスは中に銀色の席がたくさんついてるよ。お客さんがたくさん乗れるね。運転席にはハンドルがついてるよ。バスのおもちゃウィーンとやって離すと走るよ。フルクション走行するバスのおもちゃ、手転がしても遊べるよ。このバスのおもちゃトミカのハトバスと比べるとこんなに大きいよ。トミカのハトバスタイヤぐらいの大きさだね。こんなに大きなバスのおもちゃだよ。次のおもちゃはこちら、リアルサウンドバス。上にボタンがついてるよ。リアルサウンドバス開いて取り出していくよ。出てきたのはこんな感じのバスだよ。
くるっと見てみるといろいろな絵が描いてあるよ。車や汽車、ロケットや UFO が、ヘリコプターもいるよ。とっても可愛いバス。こっちには車、パトカー、赤い車、新幹線、飛行機、飛行船、気球、いろいろ書いてあるね。このバスのおもちゃは、ここを回すとドアが開くよ。上のボタン押してみよう。まずは1番。ご乗車ありがとうございます。エンジンがかかっておしゃべりしたよ。2番。まもなく到着地に着きます。お疲れ様でした。3番。バックします。バックします。バックします。4番。いろいろなおしゃべりが楽しめるよ。前のところピカピカ光るね。このバスはウィーンとやって離すと走るよ。手転がして遊べてフリクション走行もするバスのおもちゃだよ。トミカの路線バスと比べるとこんなに大きなバスだよ。可愛くて大きなバス。中には席がたくさんついててハンドルもついてるよ。とっても大きなバスだね。次はこのバスを開けていくよ。ラッピングシティバス。とっても可愛いバスだよ。とっても可愛いバスのおもちゃ。よいしょ、出していこう。このバスは東京タワーがあって虹がかかってるよ。観覧車があって気球がいっぱい飛んでるね。反対側はこっちは飛行機が飛んでるよ。このとっても可愛いバス、上を回すと扉が開くよ。閉じて開いて、ここから乗り降りができるね。このバスも中に席がたくさんついてるよ。ボタン押してみよう。1番。2番。ご乗車ありがとうございます。走行中事故防止のため山内急ブレーキをかける場合になりますので十分ご注意願います。3番。次に止まります。降りの際はバスが止まってから席をお立ちください。4番。いろいろなおしゃべりやクラクションの音が楽しめるバスのおもちゃ。このバスのおもちゃトミカと比べるとこれぐらいの大きさだよ。とっても大きなバスのおもちゃだよ。残るはあと2つ。このバス見てみるよ。ヒノポンチョ幼稚園バス。かわいい幼稚園バスのおもちゃだね。幼稚園バス取り出していこう。ガチャッと取り出すとかわいいバスが出てきたよ。このバスはいろいろな動物が書いてあるね。キツネにフラミンゴ、ライオンにコアラ、ウサギ。反対側はどうなってるかな。反対側はゾウさんにカンガルー、パンダにキリン、シマウマ、ハリネズミ。とっても可愛い幼稚園バス。後ろにはペリカンがいるよ。この幼稚園バス、ここを回すとガチャッと開くよ。ここから幼稚園のみんなが乗っていくんだね。このバスもボタンがついてるよ。このボタンはバスが走る音がするね。この2つのボタン、この音符のボタンはいろんな音楽が楽しめるよ。音楽が楽しめて音が鳴る幼稚園バスのおもちゃ。この幼稚園バスのおもちゃはトミカのバスと比べるとこんなに大きいよ。とっても大きくて可愛い幼稚園バスのおもちゃ。中にはしっかり席がついてて運転席にはハンドルがついてるよ。幼稚園にみんなを運んでいく幼稚園バスだよ。最後はこのおもちゃ、サウンド&ライトハトバス。とっても大きなハトバスのおもちゃだよ。早速開けていこう。ここを開けてハトバスのおもちゃ出てくるから、これを取って大きなハトバスのおもちゃ出てきたよ。大きなハトバス出てきたよ。横には大きくハトバスって書いてあるね。反対側もハトバス。このハトバスのおもちゃは荷物のところパカッと開いて、ここに荷物が入るようになってるよ。お客さんの荷物をたくさん乗せられるよ。反対側も同じようにパカッと開くよ。そしてこの丸いところを回すと
が開いたり閉じたりして一緒に音が鳴るよ。上のボタン押していくよ。本日は片バスにご乗車くださいましてありがとうございます。それでは出発いたします。おしゃべりして中の電気と前が光ってるよ。次は真ん中。走り出す音がするね。もう一度真ん中を押すとクラクションの音が鳴るよ。最後はこっちのボタン。ご案内してまいりましたコースも間もなく終了いたします。東京はいかがでしたでしょうか。またのご利用をお待ちしております。おしゃべりするよ。とっても大きなハトバスのおもちゃはトミカのハトバスと比べるとこんなに大きいよ。トミカのハトバスと比べてこんなに大きくていろいろおしゃべりをするハトバスのおもちゃだよ。このハトバスのおもちゃウィーンとフリクション走行するよ。手転がしでも遊べるとっても大きなハトバスのおもちゃ。今回はいろいろなバスのおもちゃたちを紹介していったよ。トミカのバスのおもちゃからどんどん大きくなるいろいろなバスのおもちゃ。このバスのおもちゃたち面白かったらグッドボタン、高評価よろしくね。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。